CHX と, CH と書いてあるのはシクロヘキシミドという化学物質薬品の名前ですこれはその薬効はタンパク質合成阻害剤でこれ今普通に皆さんが研究室に入っても使うことは十分ありえますねタンパクの合成を止めたたかったら この薬をまず入れてやれば割と簡単にタンパク合成が止まりますだから さントでこうして二十パーセント20%のまま培養する1%にして培養するという前にシクラエキシミドを入れたものと入れないものを用意するその分だ倍にこうサンプルが増えますけどそうやってこの実験をこの実験この実験に 全部シクロヒキシンドマイナスですけどこれと同じ並び方でシクロヒキシンドプラスをやったと、まあ、そういう実験ですタンパク実際低酸素にする前に低酸素にするとわずか1時間でこの i というバンドが出てくるんですよね1時間で低酸素の i のバンドが出てきましたその前にタンパク合成止めておきますだから1時間ぐらいでは別に 最後死んんだりしませんからそれでやってみたら同じゲルシフトだったらどうなるかというとここはもう全く一緒ですね W18 なんだからここ実はここから一部を切り出しているのはこれなんですけど。 最初分かりやすいようにねこういきなりこっち行くと大変なんでこの部分の左ここの2つをここ切り出してここの2つを切り出したのがこれなんでこういう切り張りもしてはダメっていうことなんですけどこれは事業用だから最初からこれ行くと複雑すぎるんでこの12の段と56がここに来ていますで。やってみるとどうかというとこれ最初の左はこの2つはこれと一緒なんで I, i は2番目だけ出てますよね。2番目だけ出てくるところが 4番目にはシクレシム処理しておくと i のバンド薄くなってますよね。ここということは何かタンパク合成が必要だと。i のバンドが出るためにはタンパク合成が必要なんだから量的変化か質的変化かというと多分量的変化だろうと。 ちちょっっととそっちの方に少し重心を置いていてくとでもまだ余談を許しちゃいけないんですけどこういうことをするとどっちかな量的変化かな質的変化がない時に少し当たりをつけることができるとそういう実験をしたのがこれなんですということですね。ちょょううど時間なので終わりましょう